ロイ・キーイン、ロイ・モーリス・キーイン、1971年8月10日帯はアイルランド出身の元サッカー選手、現役時代のポジションはミッドフィールダーあるいはセンターバック。選手引退後はサッカー指導者業や生中継でのゲーム解説などの活動。アイルランド共和国南部のコーク近郊の労働者階級の家に生まれる少年時には数年間、 ボクサーとしての訓練を積んでいたが、やがてサッカー選手としての才能が開花し、注目を集めるようになる。子供の頃は、セルティックとトッテナムホットスパーのファンであり、選手としては、ディアム・ブレーディとブライアン・ロブソンのファンであったと自伝で解雇している。しかし、10代の頃のキーンは、体格的に身を取りしたため、様々なクラブのセレクションを受けたものの、ことごとく落とされていた。 結局、1989年にアイルランドリーグに、所属する地元のクラブ、コーブランブラーズと契約して、セミプロのサッカー選手となると、キーインはすぐにその実力を発揮し、ファーストチームのレギュラーの座を手に入れた。キーインの活躍は、イングランドのスカウトの目に留まり、1990年夏、キーインは名門ノッティンガムフォレストに移籍する。 この時の遺跡金は4万7千ポンドで、後にノッティンガムが手にする遺跡金を考えると、ただ同然の金額であった。トップチームでのリーグ戦デビューは1990から91シーズン開幕戦のリバプール FC 戦で、この時はまだレギュラーではなかったが、やがてキーンはイングランド一部においても十分に通用する実力の知手であることを証明し、シーズン半ばで、 レギュラーの座を獲得した。ノッティンガムは FA カップやリーグカップで決勝に進出するなど、カップ戦では好成績を残していたが、1992から93シーズンには残留争いに敗れて二部降格が決定。キーインはブラックバンド・オーバーズへの移籍がほぼ確定していたが、移籍の契約書にキーインがサインする直前に、 アレックス・ファーガソンがキーンに電話をかけてマンチェスター・ユナイテッドに勧誘。キーンはブラック・バーン遺跡を撤回しマンチェスター・ユナイテッドへの遺跡を選んだ。遺跡金は375万ポンドで当時のイングランド記録であった。ブライアン・ド・ブソンの後継者として1993から94シーズン中にレギュラーの座を継承。このシーズンには プレミアシップ優勝と FA カップ優勝のダブルを経験している。1994から95シーズンにチームが無冠に終わると、ファーガソン監督はチームの若返りを断行。ポール・インス、アンドレー・カン・チェルスキス、マーク・ヒューズらベテラン選手を放出して、ライアン・ギーグス、デビット・ベッカム、ポール・スコールズ、ニッキー・バット、ガリー・ネビル、 フィリップ・ネビルュラ若手を中心としたチーム編成に切り替えた。この結果、キーンは首相のエリック・カントナに次ぐベテラン選手となった。1997年にカントナが引退すると、キーンは首相の座を継承。しかし1997から98シーズンはアルフ・インゲ・ハーランドとの接触プレーによって大怪我を負い、口述。 満足にプレーできないシーズンとなった。1998から99シーズンには、伝説の3冠、プレミアシップ、FA カップ、チャンピオンズリーグ獲得の原動力となるも、チャンピオンズリーグ決勝は累積警告のために、スタンド観戦となってしまった。1999から2000シーズンに、イングランドの年間最優秀選手に選ばれている。 選手生活の後半は故障と戦いながらも、首相として絶大な存在感を発揮し、2002から03シーズンのプレミアリーグ優勝、2003から04シーズンの FA カップ優勝にも貢献した。しかし、クラブがライバルであるアーセナル FC やチェルシー FC の後陣を敗することが多くなると、次第に若手選手の闘争心の欠如を批判する機会が、 増えていったこのような流れの中、2005年11月18日、ミュートブにおいて、リオ・ファーィナンドを批判したとされる事件、結果的には放送されなかったと、自身の故障がきっかけとなり、突如マンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除。2005年12月16日、スコティッシュ・プレミアリーグの名門で、アイルランド人のサポーターが、 極めて多いことで知られるセルティック FC に断した。この遺跡劇の背景には、かねてから現役生活の最後はセルティックで終わりたいと発言してきたキーンのセルティックへの思いもあったと推測される。キーンのセルティックでのデビュー戦では、スタンドに巨大なアイルランド国旗が一文字で描かれ、キーンの絶大な人気を改めて実感させた。しかしこのデビュー戦であった。 スコティッシュカップ3回戦で隠した相手に負けてしまうと、チームの中盤は、ブルガリア代表のスチュリアン・ペトロフや中村俊介を中心に確立されていたこともあり、キーインはポジションを獲得できず、出場機会は限られた。キーインは2006年3月、このシーズン限りでの現役引退を表明した。2006年5月9日には、 オールドトラフコフードでセルティックとマンチェスターユナイテッドによるテスティモニアルマッチ開催され、前半はセルティック、後半はマンチェスターユナイテッドの選手として出場した。この試合は2万人以上のセルティックサポーターを含む7万人弱の入場者を集め、200万ポンド以上の収益を出した。キーインはその大部分を事前団体に寄付する意向を示した。 問題を多く起こしたもののファーガソン監督は歴代ベストイレブンを作るのなら絶対にロイキーを入れるというほど信頼しておりサポーターからの人気も今なお高い1991年5月22日チリ戦でアイルランド代表デビュー長く主力としてセントラルミッドフィールダーのレギュラーを務めたしかしキャリア後半には慢性的な伝部の故障もあり 重要な試合を中心に試合を選んで出場するようになった。チーム内では一匹狼を貫いており、年齢も上で代表通算ゴール記録保持者でもあったナイアルクイーンでさえロイと二人きりになるのを恐れていたという。2002年の FIFA フフワールドカップでは直前にサイパン島で行われた合宿中に彼が行ったアイルランドサッカー協会批判、口述が マスメディアにセンセーショナルに掲載されたり、練習方法をめぐって、コーチのパッキー・ボナーとの対立、練習中に、GK のアラン・ケリーが、真面目にやらなかったことに腹を立てたキーンがケリーを殴ったりした結果、かねてから折り合いが悪かった、監督のミック・マッカーシーとの不仲が、決定的となり、ワールドカップに参加しないまま帰国を命じられた。キーンは後にブライアンカー監督の指揮下の、 アイルランド代表に復帰し、2006年 FIFA フフワールドカップドイツ大会の欧州予選では、チームの中心となって活躍したが、アイルランド代表の予選落ちが決定すると、再び代表から退いた。2002年に、ロイキン・ダマシーのフットボール・ライフ、原著ケアネ、ザ・オートバイオグラフィーという自伝を出版した。中でも反響を呼んだのは、2001年4月に、 行われたマンチェスターシティとダービーマッチでアルフインゲ・ハーランドに対し報復を意図して故意にハードタックルを行い怪我をさせたとも取れる記述であった1997年ゲーム中にハーランドと軽く接触して転倒したロイキーインに対しハーランドは大げさに倒れ込むなという趣旨のことを強い口調で言っている実際には十字人体断裂の大怪我で キーインはほぼ一年を棒に振ることになる。キーインが膝をひねったのはやや遅れてのタイミングだったため、ハーランド自身は現場では大けがに気づいていなかった可能性もある。キーインは後に、この記述をゴーストライターによる脚色であると主張したが、キーインが普段の負傷以来ハーランドに悪感情を持っていたのは事実であり、その種の情動がハーランドへのタックルを必ず以上に危険なものにした。 可能性は捨てきれない。事態を重く見たイングランドサッカー協会は、恋の危険行為とサッカー選手としての品性を欠く、自伝出版による金銭教授を理由として、プレミアシップのリーグ戦5試合出場停止と罰金15万ポンという処分を課した。この時も金は悪びれる様子もなく、 この出場停止期間を当時故障していた伝部の治療に費やせるという旨のコメントを出している。キーインの発言は、他のサッカー戦に比して文学的別の言い方をすれば、無表情ジョークの意と呼ばれるアイルランド独特のひねくれた表現を多用するため、本意は不明。ハーランドは、この故障の後、数度の手術を経て、ピッチに復帰し、カズジアイに出場したが、 結局マンチェスターシティではレギュラーの座を回復できず2003年に現役を引退している2006年8月にサンダーランド AFC の監督に就任した当時のサンダーランドはミック・マッカーシー監督の下、泥沼の連敗にあえいでいた24クラブ中の23位に沈んでいたが監督就任後はアイルランド代表とマンチェスターユナイテッドのツテを使って ドワイト・ヨーク、リアム、ミラー、クレアム・カバナ、デビット・コノリー、アンソニー・ストークすら積極的な補強を行い、クラブを一気に立て直した。このシーズンの中盤から終盤にかけての怒涛の連勝は、クラブの連勝記録を更新することになり、結局クラブは2部リーグ優勝を果たす。監督1年目の快挙である。この目覚ましい成功によってロイは、サー・アレックス・ファーガソン退任後の、 マンチェスターユナイテッド監督の有力候補と目されるようになり、サンダーランドのナイアルクイン会長は、ロイザン流をわざわざメディアに表明しなければならなく、なった。2007から08シーズンは、プレミアシップを戦うことになったが、夏の移籍市場では思うように、有力選手を獲得できず、ロンドンで買い物をしたい恋人や妻のために田舎に移籍したがらない、選手配がなものかと思う。 というような発言をして、物議を醸した。戦力的に苦しいチームを率いて、特にアウェーでは全く勝てないシーズンとなったが、粘り強い戦いを続けて3月以降に勝ち星を積み得、残留を勝ち取った。2008から09シーズンも久しぶりに、タイムウェアダービーで勝利するなど、一定の成果を上げたが、なかなか成績は安定せず、11月末に、ウエストハムに、 ホームで1から4と大敗し、広角圏に転落したのをききかけとして、辞任を申し出た。サンダーランドのクイーン会長は3日間にわたってキーインと話し合い、異流に努めたが、キーインの G は固く、12月4日にキーインの辞任が決まった。2009年4月23日、全監督を解任した、イプスウィッチタウン FC、チャンピオンシップ在籍の監督に就任した。 だが2009から10シーズンは15位に低迷。2010から11シーズンも成績は一向に上昇せず、2011年1月7日に解任された。7日時点での順位は24クラブ中19位だった。2013年11月5日、マーティン・オニールのアイルランド代表監督就任に伴いアシスタントコーチに就任した。2014年7月1日、 アイルランド代表と兼任する形で、アストンビラ FC のアシスタントコーチに就任したが、アイルランド代表に専念するため、11月28日に退任した。監督としては選手たちに厳しい規律を求める。一方で、ナイロン・ノズワージーの抜擢など的確な選手起用を行い、選手のやる気をうまく引き出している。加えて外部に対しては選手たちを積極的に擁護し、 2006から07シーズンの優勝決定後も、すべての選手が賞賛に値する働きをしたので、誰か一人の主君選手を挙げることなど、不可能だと語るなど、一匹狼で通った、現役時代とは、打って変わって細やかな気配りができる一面も見せている。また2006年11月には、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC との対戦を機会に、 ミック・マッカーシーとの和解成立を相互に表明した。彼らのインタビューによれば、マッカーシーがサンダーランドの選手の獲得を直接キーインに電話で紹介し、その際に過去のわだかまりは水に流そうということで合意したのだという。キーインはアイルランドサッカー協会に対して容赦ない批判を行うことでも知られている。2002年5月には、 フィファワールドカップ日韓大会に参加する代表チームがサイパンでキャンプを行った際、代表選手はエコノミークラスであったのに、協会幹部はビジネスクラスで移動したこと、グラウンドの状態の悪さ、食事の無神経さなどを通列に批判した。また、2007年3月には、ユーロ予選ウェールズ戦の招集メンバーの人選を通列に批判し、論争を巻き起こしている。 キーインの意見では、リアム・ミラーとデビッド・コノリーが代表に招集されなったことは論外で、特にミラーや自分のような南部出身者は、ダブリン出身者ばかりの教会幹部から停止されているのだという。なお、このキーンの意見に対しては、スティーブ・ストーントン監督当時の前任者である、ブライアンカーも、3位を表明しており、サンダーランドのレギュラーであるミラーを差し置いて、クラブのトップチームで、 何の実績もないダロン・ギブソンを招集したり、サンダーランドのエースストライカーとして、シーズン11得点、当時を挙げていたコノリーを差し置いて、ウィガンの控えである、ケーレブ・ホーランを招集するなど考えられないと、指摘している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。